よし、じゃあ寝ますか。今ね、12時です。ちょっと夜更かしちゃったわ。もう最近9時台とかに寝るのが当たり前でしたから。健康的な生活ですよ。明日の、ね、7時半に起きる。こんなゆっくり起きるのいつぶりだ。もう毎朝5時起きだったからね。よし、おやすみなさい。明日はいよいよ都に到着。明日が東海道53次の最終日ということになりますが、その後また大阪までの合計57次の様子、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。おはようございます。実は6時台くらいから目を覚めてたんですけど、ゆっくりしまして、今7時半、ぐっすり寝ましたね。今日は2020年の10月の8日ですね。8日、東海道の52番目の宿場、草津宿の今本陣ボストンプラザホテルに泊まっています。電車がよく見えるホテルです。あれは電車じゃないですけどね。中山道をたどって東海道本線岐阜駅まで向かう特急ひだ号が出発します。大きな駅ですよね。本当に立派なところだ。昔はもっと大きかったそうですよ。なんかこの辺もそれから駅の反対側も全部なんか鉄道施設だったらしいですからね。さて、このホテルの売りはまあいろいろあると思いますが、朝食が名物だそうです。私の知り合いのね、あのホテル業界の人、ここの朝食はいいよって言ってたから本当にいいんだと思う。メインのプレートみたいなやつは別で持ってきて、こういうのをそれぞれで取りに行くというスタイルのようですが、相当メインのやつもしっかりしてそうだったからな、注意していかないと余らしちゃうかもしれないですね。これ昨日あれですね、駅弁に入ってたやつですが、これ桜島大根じゃなかったわ。多分この地方の名物なんだ。あとは昨日の土瓶もそうだったんですけど、多分茶碗はこれは信楽焼きだろうな。多分めっちゃいいですよね。この辺は僕がもらってきたやつなんですけど、もうカレーの時点でなんか格が高そうだもん。いろいろ入ってますよ。持ってきてもらったメインの料理はこれなんですが、和洋折衷だそうで、これもすごいね。多分ね、これが赤こんにゃく、これ滋賀県の名物です。それからあと、これは多分アサリではなくてシジミでしょうから、琵琶湖で取れたやつでしょうね。瀬田のシジミが有名です。何から食うかっていうのはいろいろ迷いどころなんですけど、これかなり美味しそうだから、ちょっとこれ食べてみよう。うまいわ。朝から食べるもんじゃないですよ、こんな。いや、それいい意味で言ってんのよ。今までの朝食ってもっと粗末な感じだったからな。信号待ちでパン食べてるみたいになったの。それが最終日はご飯の上に明太子ですよ。53次もね、ペースがいろいろやっぱりありますから、ちょっと余ったりして、こういうゆったり日みたいなのを設けていた場合もあったでしょう。特に予定の到着に遅れては良くないから、多分早めに行っといて万が一遅れても大丈夫なように、大体そういう工程を昔の人も組んでいたんじゃないですか。ただ朝ごはんは立派でいいことなんですけども、今日の工程はね、まだちょっと過酷ですよ。雨ですからね。さて、朝ごはんは食べたんですけど、問題は天気ですよ。この雨どうかな。歩きだったら無視できるレベルだけど、自転車では無視できないレベルでもあるな。しかも寒いと来ている。もうここ数日寒いっす本当に。だって京都へ行かないわけにはいかないから、もう観念して身支度を整えますよね。この草津の町には名物があります。私が昨日知ったんで、それを前から知ってたかのように説明するのはちょっと恥ずかしいんですけれども、こちらです。東海道本線が走ってきて、そしてその裏側にトンネルがずらっと並んでいるのが見えます。これが一番最初にここで活躍を始めた旧東海道を終わらせた歴史あるトンネルですね。レンガのトンネルは今でも残っています。で、このトンネルの反対側を見ると、
また普通に走っていて、一体なぜここだけこんな風になっているのか大変不思議なんですけれども、これがかつて草津の名物であり、また草津の迷惑者でもありました天井川です。あら、見るとこっちにもトンネルが掘ってあるな。このさっきのこのトンネルもそこまで歴史が長いやつじゃなかったのか、まあ、ともかくもう穴ぼこだらけになっているわけですが、今見ると上を人が歩いています。ただ昔はここに水が流れていまして、そして地面よりも随分高いところを水が通るという不思議な状態になっていたのでした。まあ、実はこれ天井川というのは珍しいんで、こんな街中に普通に見られるものだとは思わなかったんですが、川が流れていくとどんどんそこに川、砂とか土砂などが溜まって、そしてどんどんそれが積み上がってしまって、なぜかまあこの地上よりも川の方が上にあるという状態になってしまいます。でこの川ですが、もしも溢れてしまった場合大変なことになります。要は両側の市街地にバシャバシャと落ちていくわけですから、そりゃ大変ですよね。ということでこの川は2000年代の初め頃、私が小さい時に廃止されることになったそうでした。だから今はもう水が流れておりませんが、その代わり昨日の夜草津に着いた時ちょっとお話ししましたが、その川がかつて流れていたところを今でも通ることができるようになっています。そしてこの電車は要するにここに流れていた川の下をトンネルを掘って抜けていくということになっていたわけですね。大変不思議な光景ですが、なるほど、確かにあそこが川だったような名残は随所に見ることができます。でなんかね、全国にある天井川のうちのもうかなりの割合が滋賀県内にあるらしいんですよ。80個もあるそうです、この県内に。さあチェックアウトしまして、普通に本降りの雨の中、最終日の行程の始まりです。 JR 西日本草津駅の目の前にはこんなに立派な大木戸、まあこれは昔からあったものじゃないと思いますが、これも多分昔からあったものじゃないと思いますが、お湯分けの道しるべがありますね。右、東海道伊勢路って書いてあるな。要は私が今日、昨日か通ってきた鈴鹿峠方面、そして左、中山道美濃路、特急信濃号の走る道です。雨は本当に普通に降ってるんでこれだけが心配ですが、上着かなんか買うか、まあ、もう少ししてから検討します。石山でも買えるでしょうからね。草津の駅前、ロータリーを出て最初のビルに第二南洋圏ビルとあり、ここに日本旅行の看板が出ています。有名な旅行会社です。草津は日本旅行発祥の地で、この地に鉄道がやってくるということで、この南洋圏が駅弁を売り始めました。そして今度は旅に関する仕事をどんどん広げようと団体旅行を企画するようになり、それが日本で初めての団体旅行ということになりました。それから日本旅行はどんどん大きくなって、日本の今至る街で見ることができます。さて今日のこの雨ですが、どうも昨日よりもまた随分強いようで、自転車で走り始めて早くも限界を感じました。最終日ですが、ここで装備を増強しなければいけません。何か服屋は、人口13万の草津市ならそんなものはたやすく見つかるでしょう。この平和道あるだろうな、なかったら近鉄しかないですね。3000円でウィンドブレーカーなるものを買ったんですけど、こいつはいいもんですね。雨なんか降ってないも同然ですよ、これなら。さてそれで今私の通っておりますこの道は、改めまして中山道でございますが、この草津川の後のトンネルを抜けて、私はこの上が川だったんですよね。不思議なことですよ、こんな大きなトンネルの上に川が。そして改めて東海道と中山道との追い分けです。あ、なるほど、さっきのあれが立ってるな。昨日はよく見えませんでしたけど、今抜けてきたこのトンネルの上にかつては川が流れていたわけですが、やはりこれは見ておかないとね。こういう感じの道はもうかなり嫌ですけれど、それでも登る価値はあるでしょう。ここがその天井川の跡か、不思議ですよね。本当水面がそこら辺にあるお家の屋根の高さにあるわけか。でも改めて見ますと、やはり結構広い川だったんですね。へえ。つってもこの真下にトンネルがあるということは、そんなに深い川ではなかったわけで、増水したら本当に大変なことになったんでしょうね。実際私も昨日聞いたんですけど、最近ね、なんか100年に一度レベルの大雨が降ったらしく、それでこの改修工事をしていたからちょうど水が溢れることはなかったけど、していなかったらどうなっていたのかみたいな、そんな話がね、なっていたと聞きますよ。
私が保育園を卒園するまではこんな感じだったんですね。雨が降らない時はもう簡単に河原を歩いて回ることもできていたようです。歌川広重も浮世絵にこの草津川の景色を描いています。でも浮世絵の東海道53次でも中山道69次でもどちらでもこの景色を描いていたわけですから、まあ、本当に昔からシンボル的な眺めだったんですよね。それこんなの変わってるもんな。また草津宿にはこんなに立派な本陣も残っていまして、240円で見学することができます。多分全国の本陣の中でもね、トップレベルでここが立派なはずです。まあいろいろ残っているところはありますが、でも東海道の中でも本陣が残っていて見学ができるところっていうのはかなり珍しかったですよね。それでは草津を過ぎて、いよいよ53次のサインを東海道の53番目、次は大津です。しかし大津までの道のりはやはりかなり長いのではないかと思います。瀬田の流しを渡って石山を過ぎて、まだまだいつ到着できるか、いつもよりスピードは落とし目で行こうと思います。さてまた早速橋を渡っておりますが、今渡っているのは新草津川です。草津川はさっきのあの天井川でしたが、あの状態では困るので別の場所にもう一度川を作り直すということをしたわけでした。現在ではもともとあそこに存在していた川がこちらへやってくるようになり、こちらを草津川と呼ぶそうです。ここでまた追い分けがあります。右矢橋道と書いてあります。矢橋道と書くのかもしれませんが、東海道は草津を出ると右に市道を一つ持っておりまして、この道です。これをまっすぐ進みますと矢橋という琵琶湖畔に出ることになります。普通はこっちを行くんですが、もしも急ぐ場合こちらを進んで行った方が早いということになっていて、ビジネス需要などはかなりあったようです。現在ではその速達ルートを使うことはできませんが、地図を見ていただけるとここに市道があった理由がわかります。東海道はこの先琵琶湖の南端を避けるために大きく一旦南側に迂回しなければいけません。それによるタイムロスがかなり大きかったので、琵琶湖上をそのまま船で横断した方が次の大津には早く着くことができたのです。そのため大津は船と陸上の運送との間で連絡をする町として大変栄えたそうであります。しかしこの状態で行く京都までの残り20キロ、これはきついな。ズボンびちゃびちゃになっちゃいました。もう水の中にいるようです。ここ2、3年で一番きつい思いをしているかもしれない。体調を送ってもここまではしませんでした。あそこを右に曲がれば瀬田の唐橋と呼ばれる立派な橋があります。昔から歌にも読まれております、これが瀬田の長橋です。瀬田の唐橋とここには書いてありますが、江戸時代からずっと歴史が受け継がれている橋で、もっと言えば室町時代とかそれよりも前からかもしれません。もう足も全部濡れてしまった。全く濡れていないところはありません。太古の昔から交通の要所として知られてきましたこの瀬田、戦国時代にもここをどうやって抑えるかということがいろいろな武将によって検討されたそうです。江戸時代にはこの瀬田川、この川って瀬田川ですよね、多分そうだと思うんですけど、この川にはですねこの橋一つしか架けられないということになっていまして、さまざまな人たちがここから西へ東へ移っていったということになります。立派な橋だ。文字読めますかね。大海の国とかね、明治二十何年、これは明治時代か、滋賀県知事、これなど何か掘ってあるのは分かるけど、もういつの時代のものか分からない。昭和の時代とか、まあ、最近のやつはないみたいですけど、明治昭和とか、まあ、大正とか江戸時代もいろいろあるそうです。さてここは石山と呼ばれるところです。京阪電車だなこれ、確か。こっから大津まで約あと3キロ、とてもじゃないけど次の宿場までたどり着くようにないんで長いんだよな。10キロ来ただけでもすごいと思いますけど、とりあえず石山で体勢を整えることにします。ホテルがあるんでそこでデイユースを予約しました。とりあえず
よし、とりあえずホテルに入ってきました。これで体勢を整えてまた出発しようと思いますが、どうすっかな。これにお湯を入れて、こうだな。草津からこう こんな感じでこう南下して、今石山じゃないですか。で大津までは前は普通に行けるんですけど、大津からまだね大阪山ここが長いんですよ。で三条がここでしょ。いやこれ結構きついぞ。私が雨をバカにしてたっていうのは、まあそれは問題でして、ね、ちょっと反省してます。それはただまあそれはもう今とりあえずここで服も全部ドライヤーで今から乾かしますし、まあ風呂に入って体も温めればリセットされるじゃないですか。されたとしても、まあ、このままの装備でいけばもう大津についてすぐになったらまた体がもう動かなくなっちゃったりしますので、あの自転車で今からまだ十何キロとかを漕ぎ続けられるだけのもの、少なくともこの石山の街で揃えなきゃいけないんですよね。それほど風呂に入る時間もないですし、とりあえずお湯は浅めでいいや。このお湯の中に手入れるじゃないですか。そうすると温まった感じがするんですけど、出すとまたなんか冷えてきてる感じがするんですよ、内側から。ほんと芯まで冷え切っちゃってる。さっきもなんか冷やしなかったんですけど、体温測定でピッてやったらなんかとんでもなく低い値が出たみたいですよ。もうなんか意味ないんじゃないかなって感じですけど、多分聞けば教えてくれたと思うんですけど、こういう場合の体温ってなんか20何度とかになるじゃないですか、表面に関しては。さあまるで生き返ったかのような心地ですが、ここでのんびり休憩というわけにもいきません。これですが、これめちゃくちゃ重くなってしまってまして、たっぷり水を吸い込んだこのズボンを今から水取りをしてドライヤーで乾かします。これは素晴らしいですね。みるみる乾いていきます。あと2、30分でここを出られるといいですね。服もだいぶ乾いてきましたが、思ったよりも乾かすのに手間取りました。全般的に 70% くらい乾いたという感じですが、まずこれがどこまで維持されるかですね。外出て一発で戻るんじゃないかという気もしますけど、これです、これですね。ウバガモチ、草津の名物でございます。実はさっきに草津で買っておいたんでした。草津の AK の改札の前のところで売っています。これ A6 12年と書いてます。爪が伸びててすみません、持ってこなかったんでずっと伸びちゃったんですけど、 A6 12年っていうのは、ね、今調べたら、1569年だそうで、足利義昭が、ちょうど室町幕府から辞めさせられるかどうかみたいな頃の話です。そんな昔からある食べ物らしいんですけども、これですね、信長、織田信長がこの辺り、ちょうどですね、石山辺りもそうだったのかな、この辺とか草津とかを、攻めてきて、でここにもともといたその武将を、攻め殺した時にですね、その武将には家族がいたらしい、子供がいたらしいんですけども、その子供を育てる役目を負っていた女子ね、もう私はこれで信長にもう切腹しかないんですけども、ちゃんとしっかり子供を育ててもらっていいですか、すいませんがお願いできますかと言ってですね、はい分かりましたと言って、その乳母餅を発明したその女の人はね、こういうお餅を作って、それで、当時からこの辺りを行き来することありましたので、行き来する人に対して、お餅いかがですか、これ子供を育てておりますと言ってですね、そして有名になったとされております。その子供も立派に育ったんじゃないですか。長い歴史を持つ乳母餅なんですが、乳母餅屋がですね、もうちょっと営業をやめようかなという話になってきて、ついに歴史に終止符をと思っていたところで、草津の私がさっきもお話したですね、日本旅行とか、それからボストンとかですね、それからあとは、あそこは駅弁もそうだったなとか、もうあそこら辺の、お店やってるその、会社がですね、よしじゃあこれも売ろうということですね、やってるわけでございます。だから今ではね、その会社の名物ということですが、作り方は昔から変わっとらないようです。とにかくあんこが多い、餅がどこにあるのやらよくわからないという感じで、でも普通に餅もありますね。うまい。これ大変必須ですけど、これ全部ここで食っとこう。この道中でどれだけの体力はあんこに回復してもらったでしょうか。餅とあんこですよね。昔の道中の食べ物ってなんかそんぐらいしかなかったんでしょうね。
ドライヤーとかは多分このままにしといた方がいいですよね。まあ素人がぐるぐる回しても結局もう一回やり直しになるとかし、大体ぐるぐる回しちゃいけないですからね。さて、すっかり自分自身の状態は良くなりましたが、しかし雨の状態は変わりません。悪くなることはあっても、この雨は台風接近によるものなので良くなることはないはずです。このまま出発してもまた同じ目に遭うだけです。これはまた京都にたどり着く前に、京都までまだ16キロありますんで、ここまで9キロしか来てませんから、どうしようかな。ちなみにお前一体これで箱根峠とかで雨降ったらどうするつもりだったんだよって思われる方もいると思うんですけど、まあ、基本的に間違いなく雨が降らないというのを確認してからまあ行くということでやっておりまして、昨日の鈴鹿もまあ越えるまでは持つだろうと考えていました。で、本当にどうしようもなくなった時にはそこから先の工程を遅らせることができるようにという手配も行っていまして、一応最長で3日ぐらい予定を遅らせることが実は可能です。だから別に無理しなくてもね、ずーっと草津に泊まってて、それで台風が行き過ぎるのを待ってから再開ということでも実は良かったんですけどね。そうしようかなとも一瞬考えましたが、しかしすぐ先にもう京都がありますので、ちょっとここは無理やり頑張ってしまおうと思ったわけです。そんでまあ一体どうやって京都にたどり着くのかと言いますと、コンビニでこんなものを買いました。レインパンツ500円、530円ぐらいしましたかね。正直ね、これさえ最初に買ってしまっていれば、別に今回も昨日も大して苦労することに聞かれたんではないかという気もするんですが、まあ、今回は本当雨のことは想定しなかったね。まず降らないと思われる日程で聞いたし、降ったらもう1日単位で延期しようと思っていて、雨の中を押していくつもりはなかったので、まあ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 、いい思い出ってことで。防寒具にもなりますしね、とてもいいわ。全然違う、絶対これなら京都まで行ける。これ買うだけでよかったのに、何バカなことやってんだって皆さんもずっと動画見てたって思ったでしょ。僕もなんとなく気づいてましたけど。それでは引き続き東海道の最後の宿場大津まで、あとおよそ 5,6 キロの道のりになります。そしてついに関西の水がめ、日本で一番の湖、琵琶湖畔に出ました。あちら、あそこが53次の最後、大津です。そして、矢橋はね、多分あの向かい側の島ではないかな。草津から来る人は向こうからこの矢橋のところへ、島へこう渡ってきて、ここから急ぎ船出して大津へ渡っていたわけです。ちなみに今はもうもちろん琵琶湖を渡っていく渡し船というものは、少なくとも交通の手段としては失われていますが、ですよね、ないですよね。僕確かなかったと記憶してるんですけど、近江大橋、これがですね、現在琵琶湖を突っ切って急ぎ草津方面へ向かいたいという人たちの重要な渡りの手段になっています。まさに今の矢橋の渡しです。来ました、浜辺の町、宮古の町、そして53番目の宿場町、滋賀県庁の所在地大津市に到着です。定款様式ってやつですね。滋賀県庁、その庁舎はこんなに立派だったんですか。この県庁の裏側には NHK の放送局、そう、実は大津はね、NHK の一つの拠点でもあるのです。東海道にある53本の宿場全てを制覇しました。なんか今の自分だったらこの電動自転車1個あればどこにでも行けてしまうような気がしますが、まあそれは電動自転車が有能なのであって、別に私がそんなにすごいわけではありません。そして今から東海道の最後の魅力をクライマックスでもあります大阪山に挑むことになります。昔って言って2年ぐらい前ですけど、大津に来た時なんもねえとこだなと思ったことあったんですが、全然そんなことないですね。もうこれまでの53時ずっと来てみて分かりましたよ。こんなに立派な町はなかなかありませんよ。人口38万ですか。
いかんもう蕎麦がうまいあったかい、あこれでもう53次最後だ、もう油断して浸ったらですね5時になっちゃいましたよ。このまま行ったら三条に着くのは確実に夜になってしまいますね。まあいいですけどね、夜の大阪山ずっと下ってそれで京都の夜景を最後に見るのもいいかもしれません。おこれはあれだな、あの大津事件だな。前にも皆さんに一回説明したと思いますけど、日本がちゃんと三権分立ができていますよということを世界に示した、まあ、割と名誉ある事件だったのかなと思いますけど、どうでしょう。私の間違いでなければ最後はボリジェビキの革命で、命を落とした、ニコライ2世ですけれども、ロシアの皇帝となる、まあ、後の皇帝となる皇太子が日本にやってきて、この大津の宿場で東海道を歩いていた時に津田三蔵という警官に切りかかられて、まあ、結構な負傷をしたと。幸いなことに命は取り留めたんですが、そのことがあって国際関係がもう悪化するということを日本はすごく危惧して、政府から大審院の方に、今裁判所の方に圧力をかけたんですが、まあ、その大審院に政府が圧力をかけるっていうのは三権分立のあれには反するわけですから、だから時代をわざわざ政府自ら逆行させるようなそんな恥ずかしいことをやろうとしていたわけですけれど、その大審院の時の小島なんとかって人だったと思いますけど、委員長がですね一生懸命やりまして政府の圧力にも屈さず、死刑判決出せという政府の圧力を、まあ、頑張って跳ねのけて、割と適切な、判決を出すということになりましたので、それで逆に日本の名誉は、あ日本もちゃんと三権分立できてるんだなと外国からは評価されることになったといいます。さあそしてここの交差点では全国的にも珍しい併用軌道、路面電車だけれどもしかし結構な長い編成を組んで走っている京阪電車、京新線を行き過ぎます。さっき通ってたんですけどね、残念ながら映らないかな。ちょっと歩道の方へ出てみようかな。来たじゃないですか、最後まで運が良かったな。これが最後に東海道を行き交う鉄道の姿です。この先でもまた見るチャンスはありますが、このように道路の上を走る光景はここでしか見られませんのでレアです。さあそしていよいよ上り坂になりましたよ。これを登るのを最後の楽しみにずっと待っていました。有名な歌があります。百人一首の最強キャラクターとかですね、よく知られていて特別ルールも適用されていて非常に高い知名度を誇っておりますセミマル、その歌わかりますか。これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも大阪の鈴木、それをすごく単純に今の言葉に言い換えてしまうと、あここも大阪の関なんですかということになります。大阪の関というのは現在はありませんが、この歌が読まれた平安時代当時はまだあったのかな、大阪山、これから登っていくところの山のところにあったとされる関所のことです。さあ見てください、最後の東海道本線ですよ。かつて京都という町の利便性は必ずしも良くなかったはずです、というより悪かったんじゃないでしょうか。この箱根登山電車にも匹敵する急な坂道を登っていくか、もしくは鉄道ではこの大阪山をトンネルで越えるということをしなければなりませんでした。この2つのトンネルは明治の時代、今よりもはるかに低い技術力でなんとかして東京、大阪、そして神戸まで東海道線を敷かなければならない、そういう時に私力を尽くして建設をされた大阪山のトンネルです。ふと東海道本線のキロテを見ると東京駅から504キロ、すごい距離を来たんですね。トンネルを抜けて京都山科から到着をする新快速電車です。さあついに来ました大阪山、雲が山のすごい低いところに来ているのが見えますが、私はどんどん上に行っているし雲は下へ下がってきているので、それでこんな有限な景色になるんですね。大阪というのはこういう字を書くわけですが、出会いの愛でそういう風に使いますよね。でもこれ元々は坂にぶつかるという意味で作られた言葉なんだそうですよ。この大阪山ですが、江戸時代にはもうすでにここに関所があったというわけではなく、53次の時にはただ坂道の険しいところということになっていました。すごく坂道の厳しいところを
通っていたようですが、やはり交通の要所、京都まで一般道で行くのは基本的にここだということで、国道1号線は片側じゃないですね、上りで2車線と左で1車線ということに今なっているようです。もうちょっと上がると寄り道が広くなったりとかしたような気もしますが、どうだったでしょうか。昔から交通の要衝であり、また都に大変近いということで、歌にもよく読まれています。大阪の関という言葉によく登場するようですが、セミナーの他に小倉百人一首の中に入っているもので知られるのでは、清少納言の湯を込めて鳥の空音を図るとも、世に大阪の関は言う感じというのがあります。さて、いよいよ着きました。大阪山の追い分けです。これから右手に行きますと、もう間もなくで東海道は終点、三条大橋に着きます。そしてこの左、こちらは京海道といいまして、豊臣秀吉の時代に設定された京都から大阪までの道のりです。ただ事実上の東海道は、こちらがメインルートで、また終点も大阪と考えるのがどうも妥当なようです。東海道53席という言葉があまりにも有名で、東京から京都までが東海道の役割だと多く思われているようですが、実際には今の東海道新幹線の流れと同じように、各藩の蔵屋敷などがあり、天下の台所とも呼ばれている大阪から江戸までのルートの方が実際には重要で、東海道は53席というよりも57席と考える方が正しいようです。ともかく今日はまず京都へ向かいます。53席の終点はもうすぐそこです。そしてここに京都市、大津市と2つ、これは市の教会でもあり県の教会でもありますが、こんなものが書かれていて、昔からの土地の区画が今でもあまり変わっていないんだということがよくわかります。おそらくこの左のお家、ここはですね京都市内のはずで、こっちは大津市内のはずです。それぞれこう別々なんですね。ここの道の左端がその県の教会となっています。本日旅はとりあえず京都三条で一旦終わるということになりますが、この動画シリーズはあくまで東京から大阪を自転車で旅するということでありますから、もちろんあと少しだけ大阪までの様子も皆さんにお楽しみいただきます。そこにはやはり東海道の時代からずっと受け継がれてきた歴史の姿が至るところで見られるようです。ちなみに京都大阪間の街道ですが、これだけなぜ東海道にならなかったのかというと、最初東海道が設定された時はまだ大阪に豊臣氏がいました、豊臣秀頼がおりましたので手が出しづらかったようです。大阪夏の陣でそれを滅ぼしてからは、いよいよ家康が改めて秀吉の作った京海道を県と整備し直すということになりました。そしてそこには江戸幕府が管理をする宿場なども置かれるようになったわけです。その後京海道を東海道に編入してもいいのではないかと思ったんですが、実際それはしなかったようですけれど、一体的な運用がなされている。これは現在の鉄道でもよく見られるものですね。例えば東海道本線と山陽本線は神戸でそれぞれ別の路線ということになっていますが、ほとんど全部の列車が神戸駅を直通して反対側へ抜けていくことになっていて、 JR 西日本ではそれらをまとめて神戸線と呼んでいます。実際には神戸線なんて路線はないんですね。さあ山を越えてどんどん低くなってきて、街の明かりが見えてきました。都の明かりです。雨は辛かったけれど今も結構濡れていて、まあ、正直辛いですが、今日の行程が短いということに大きく助けられました。これを下っていよいよ着きましたね。着いた。私も頑張りましたよ。やっぱなんかを目的のために頑張るってのは楽しいことですね。着きました。京都府京都市にこれから入ります。さあ出発だ。しかし市内に入ったからといってすぐにそれで都の中楽中かって、それはまだ別の話です。最後までこの坂道を注意深く降りていかなければなりません。ただ実際にはですね、私が国道1号をくぐって反対車線へこう渡ってきましたので、ここからがいよいよ改めまして旧東海道の京都入りということになります。右車線と左車線で県境も大きくずれてるんですね。ここで改めてと言いますか、明治ともに旧東海道は京都市内に入りました。これでもう下っていったところすぐに三条があるのがそうではなく、まず山品がありまして、そこから毛上のところを越えて、そして三条です。だからまだ着いたわけではないんですよね。もう一つ簡単な
上り下りをしなければいけないはずです。でもほぼ下るだけかな。今山下の駅の手前まで来ています。左手に山下の、右手に山下の駅があります。トンネルはさっき抜けてきましたからね。このまままっすぐ行って、ひたすらまっすぐだな。もうあとは道なりか。はい、ここは三条通りです。これから先いよいよあとは三条大橋を渡って、そのまま京都中心部へまっすぐ進んでいく道です。もうちょっとだ、頑張るぞ。この JR のガードをくぐったら旧東海道が遊歩道のような形で整備されているそうですが、通れるのかな自転車で。すいません、僕はこれが何だかわからないし今調べる記憶もないんですけど、こっから先は高輪ゲートウェイならぬ、まあ、山品ゲートウェイだな。いや正直東京を出て最初藤沢まで行くときね、あの一日がすごい長くて疲れはしなかったんですけど、こんなにかかるのかと思ってね、これちゃんとつけるのかな、予定通り京都に来ましたね。今日もちゃんとつけるのかなと思ったけど、まあなんとかなったし、あれはいけるもんだな。もっとペース飛ばそうと思えば飛ばせたでしょうしね。スピードのことだけ考えれば、急道を一切無視して一番速い道を使って、それで観光もしなきゃね、四五日ありゃついたかもしれない。あれ何のこれ、自転車バイクさっきのところ進入禁止でしたよ。あれ僕見逃しちゃったのかな、多分書いてなかったと思うんですけど、見逃しちゃったんだとしたら良くなかったんだけど、書いてなかったのは僕のせいじゃないですからね。まあともかく見たものはちゃんと確認したんで、こっちから新しい道路から行きますけど。ところでこの道、まあ、三条通りというのは東海道が三条大橋まで行っていた関係で、まあ、三条通りなわけですけれど、途中で変に折れ曲がっていて、実際には五条大橋に行った方がまっすぐ自然な感じで行けるわけです。それなのになんで三条大橋を回る方が東海道ってことになったんですかね。調べたらね、豊臣秀吉の時は五条大橋がメインの街道だったそうですよ。さて今ここは三佐崎です。すぐ右手に天智天皇のお墓があります。もっとも京都には天皇のお墓というのはたくさんありますけどね、明治天皇も確かここだったんじゃないですか。気温16度、寒くなったね。これが最後の登りです。これを登ったら、登ったところが蹴上げですよね。余っている体力は全部使ってしまおうと思います。今日はかなり体力が余っています。道幅も広いし、今 Google マップを見たんですが、三条京阪まであと 1.5 キロだ。 1.5 キロ、1.5 キロか。こんなに走ってきたんだな、東京から。東京からですよ。何度も言うようですけど、僕いつも自分家で乗ってる自転車でこんなところまで来たのか。誰も周りにいないからね、こんな感じのこと言わすけど、すごいな、いっぱい走ったよ本当に。笑ってばっかりはおかしいかもしれないけど、よく登ったよ、いろんな坂登りました。あ、面白かった。大阪までぜひ皆さん、最後もしっかり動画作りますので、ここまで見てくださった皆さんは最後まで見てくださると思うんですけども、ぜひお楽しみいただければと思います。さあ、もう登りも見えてきましたね。今のところに処刑場がありました。変わった口って言ってかな、栗田口だか忘れましたけど、どこでしたっけ、東海道の大森のあたりもあったじゃないですか。鈴鹿森の処刑場と似たようなもんです。都に入るときは心して入れ、さもないとこうなるぞ。昔の時代は今よりもうんと厳しかった時代なのかなと思いきや、うんと優しいこともいろいろあったと、この旅を通じて知りまして、よくわからないことです。いろんなことが変わったということで、一つのものとして測ることはできなさそうです。もう今回は本当に久々に冒険をしたような気がしましたよ。だからこういうのは楽しいですね。今まで自分がやったことがなかったようなことをやってみるっていうのは。
それが仕事になんだからありがたいことですよ、本当に。感謝しなければいけません。人生やっぱ刺激がなきゃ面白くないね。家にいて引きこもってテレワークの1週間が過ぎ去るのがどれだけ早いか。朝の5時に起きて疲れ切って一日走ってうまいもん食って、ああ今日もいっぱい移動した、この距離を見てね。夜の10時にはもう疲れ切って眠る。忙しいけど充実した8日間でしたね。まあ終わったような感じだけど、終わってないんだけどね。お、毛上げのトンネルがあって、この向こうは南禅寺じゃないですか。トンネルが見えますか、これ。大昔の明治の時に掘られたトンネル。昔の人はこの裏にある神社で東海道の旅、道中の安全を祈願していったそうです。三条通りへ入る手前、立派な発電所をご覧ください。明治になって天皇がいなくなり、都としての地位を失った京都は次第に没落していきましたが、この京都をもう一度ちゃんと蘇らせようと、まずはしっかり電気を引いて近代化をすることになりました。京都で一番最初にできた水力発電所はこれです。今でも活躍をしている施設だったと思います。まっすぐ行けば蓮華王園、間違えた、蓮華王院、平の清盛が作った33元堂です。右手は毛上げのインクライン、ずっと琵琶湖から引いてきた水を、ここから先ではさすがにそのまま通すことができないので、あのケーブルカーに乗せて、ここで下ろしていたそうです。いよいよ洛中は目前に迫りました。その手前、これは都ホテルです。天皇陛下もよくご利用になるような京都の立派な自慢のホテルと、まあ別に私のホテルじゃないから自慢のホテルってのはおかしいかもしれませんけど、これはいつのやつなんですかね、いつも気になります。カタカナで都ホテルと書いてあります。私泊まったことはありませんけども、ぜひ一度は泊まってみたいところの一つです。今日はどこへ泊まるか、市場のですね、かなりこれはこれで立派なホテルに泊まることになっています。ここから先はさすがの私でも通い慣れた道です。どう行けばどこに行くか、まあある程度は分かります。つってもそれで京都を慣れしてるアピールみたいなのをすると、ああ違ったわみたいなね、あの縦と横がごっちゃになってたりとかね、なんとか工事の名前間違えたりとかするわけですが、そういうのを見ると生粋の京都の人は多分、うわあいつ知ったかぶりしてるよとなると思うので、あまり動画では出さないように気をつけます。見慣れた街だよ。でもああ京都だ、なんで自分の自転車で来てるんだ、この感想しか浮かばない。何度も同じことを言って申し訳ないとは思っていますが、まるでなんか異世界に来たようだ。ちなみに本日のバッテリー使用量、もうこれ以上減らないと思いますのでお伝えしますが、 50% でした。草津からここまでたったこれだけの道ですが、全身ずぶ濡れでやり遂げたという感じはひしひしと伝わってきます。体がぴったり冷えています。やはりまずは京都三条と思ってきましたので、なんだか終わるのがもったいないような気がしてきます。赤信号が出たのが、これもまたなんか良かったかなとホッとするような気持ちです。いつまでもいつまでもかかる遥か彼方の京都だと思っていましたが、いつもの身なりでよくここまで来たもんです。おお、京都市営バスがいっぱい走ってるぞ。まあ、さっきもちょっといたんですけど、この色のよく見る市営バスはこれが最初だな。今は観光客が少ないから時間通りの運行になってるんでしょうね。とんでもない時になるとね、一本前のバスがちょうど一本遅れてぴったりの時間に来たりとか、同じ系統のバスが2本並んで団子になってきたりとか、面白いバスです。もう東側の王子を通りましたので、いわゆる洛中の中に入っています。前方に何やらキラキラ光るものが見えます。あれはピントを合わせるのに苦労しましたけれど、長く日本橋から目指してきた三条大橋に他なりませんね。感動的だよ本当に。三条京阪の交差点ですよ。本当に世界は一つになってんだなというのを感じました。こればっかりは。京都三条に到着です。
ここぞまさしく日本橋から出てきた東海道の終わりの地です。目の前に三条大橋があり、右から左へ鴨川が流れています。ここ三条大橋のたもとには高山彦九郎と書かれた大きな大きな土下座をする人の銅像があります。この人は薩摩藩の侍で、生涯に5回京都へやってくる用事があったようですが、この三条大橋を渡る前、必ずここでこのように手をついて深々と時の帝のいる方向へお辞儀をし、そしてそれから京都都の中へ入っていったそうです。誰に言われたわけでもなく帝へ敬意を表するその姿に多くの人が感銘を受け、そして特に明治時代にはそれが都合のいい存在になったということもありまして、これ当時は東郷平八郎って書いてありますけれど、あの明治の時代になってからですね、まあ、これはあの薩摩藩の後輩だからっていうのもあるのかな、東郷平八郎がここに、これを書いたりとかですね、高山彦九郎先生皇居防廃の詩などと書いてあって、皆さんもこのように天皇陛下を深く敬いましょうということになっていたわけでした。まあ、それがこの昔の時代の名残です。だからこんなに大きいわけです。ここに東海道が終わりました。今考えてみると難所に次ぐ難所で、これはもう昔の江戸時代だったら気を抜いて歩くことができないようなそんな場所ばっかりだったんじゃないかと思います。それでも途中の宿場に立ち寄って、最近の旅ではほぼなくなってしまった概念かもしれません、道中を楽しむということを十二分にやってくることができました。そして穏やかな日本橋川の流れからこの鴨川の堤まで全く事故一つなく安全に来ることができたのも、これがまあ一番良かった。そして何よりここまでの道中で一番良かったなと思っていることは、東京京都間約2時間20分その新幹線のありがたみなどをもう本当に骨の髄まで知り尽くすことができたということです。東海道本線で東京京都間およそ9時間ですが、それであっても今後は一瞬に感じるんじゃないですかね。全てのものがもはや私にとっては新幹線です。この電動アシスト自転車も含めて、私は文明というもののありがたみを本当によく理解したのでした。もちろん YouTube もその中の一つです。53次は全部行きましたが、実際には57次でしてまだしばらく残っています。今日の宿は四条堀川です。もともとは東海道の終点だったということもあって、三条通り三条河原町が京都で一番栄えている場所だったそうですが、現在ではそれよりも南の四条河原町の方が栄えています。ここが今の京都で一番のにぎわいを見せる四条河原町です。立派なずらっと並ぶ壮観な景色で、これと京都駅の方まで向かう堀川通りとの交差点のところにあるホテルですから、立地もかなりいいはずです。京都は観光地である前に100万人が住む日本でも有数の大都市でありますので、観光客向けのものしかないというわけではありません。単純に経済の発達した町としての姿も見ることができます。特にこの四条河原町周辺がその水準は大変高く、自動車の混雑も激しいので、まあ、今日こうやって歩いている限りでは普通に見えますが、自転車も夜の9時までは車道を走ってはいけないということになっているし、また歩道も走ってはいけないことになっています。京都って、ね、結構大きいんですよね。甘く見てるとね、あ、こんなに広いのか、さすが昔の都だなという感じ。延々自転車をわざわざ東京から持ってきたのに、ここで押して歩くのもバカバカしいので、ここからは一本脇の道に入ることにしますと思ったら一緒だった。ここも自転車はダメなんですね。しょうがない、考察にはちゃんと従わないといけませんよ。でもこっちの方がずいぶん歩きやすいな。それで今日のホテルはこちらです。これね、はい、着きました。これですよと言いたいところなんですが、まあ、実はね、着きましたということに今着いたような体で言ってるんですけど、それはね、方便でして、これ見てもらうと分かるんですが、許可もらってますけどね、こういったことになってる、まあ、なぜこうなってるのか今からのシーンを見ていただければ分かります。さあ、そしてもうこんな状態でね、ホテル着いたんですけども、すげえなここはですね、ノードホテルというところで、ノードと書いてあるんですけども、どっちかというと堀川通りよりは烏丸通りの方に近かったのかもしれませんが、
こんな感じのデザイナーホテルのですね、スイートルームに泊めさせて、もらっているところでございます。今回もね、また基本なるべく私に来てほしいっていう旅館さんをね、今募集するってことをやってまして、でそれで旅館とかホテルとか、それでここですね、ぜひもうぜひというかもういろいろと協力していただけるところだったんで、これでやらせていただいているところなんですけども、いやー最後にはぴったりだ。もう靴も二重にしたんですけど全部濡れちゃったからな。構わんな、別に靴でここ歩けるんだから、びちゃびちゃの靴下だってね。53次大変でしたけど面白かった、すごく面白かったですね。毎日が一瞬でしたもんね。ちなみに明日なんですが、通常であれば明日大阪へ行くところなんですけども、実は京都で一日休みということにしておりました。でしかも明日は台風が来るということで、どの道休まざるを得ませんので、明日も京都に一泊です。明日は違うところに伺う予定ですが、ホテル巡りの日という感じですけども、おお、水がバシャって、ウィンドブレーカーももう水が浸透してるな。でもあれを買ってからね、このズボンのところもう全く濡れませんでしたし、ちっとも寒くもなかった。さっさとレインコードぐらい買っとくべきだった、変な意地張らずに。結局はもうそれで今日は時間と労力大幅に無駄にしてしまったような気がする。靴下、靴の中に水がびちゃびちゃに今日は染み込んでるんですが、なぜかというとさっきこのズボンに水がびちゃびちゃになって、そこから滝になってね、靴の中に全部入っていってしまったんですよ。だからびちゃびちゃになったんですけども、この靴下は二重にして履いたことで靴の水分を多少取らせるのが目的でしたが、一度浸水すると確かもうダメなんですよね、水の通り道ができちゃうから。ちなみにさっきまでずっと私が日本橋から使っておりましたビデオカメラですけども、ついにですね、さっき三条大橋の手前のところで東海道全部通り抜けてきたところで、力尽きて壊れてしまいました。雨のせいだと思いますけど、濡れてるのも私が使い続けてたから漏電しちゃってショートしたのかなと思うんですけど、もう使えないかもしれませんね。よく頑張りましたよ。いつ買ったのかなこれ。もうレンズの蓋も閉まらなくなっちゃってますもんね出ましたよこれね、これハンディってやつですけど、私初めて見たの東京ステーションホテルの時でした。外国人の人とかも利用できるようにってことだと思うんですが、普通に使える携帯電話ね、電話とかもできるんですよね。為替レートとかいろいろ書いてあるけど、これは便利だなと思うんですが、早速部屋入ったばっかりですけどね、フロントに大事なことを電話します。すみません、ですね、大変申し訳ないですけど、私実は靴が全部今浸水して濡れてる状態でして、それ自体は別に乾けばいいと思うんですが、何でしたっけ、スリッパを履いて、それで下のところ伺ってもよろしいでしょうか。あ、いいですか。ありがとうございます。でも確か今もうすでに2ついただいてたと思いますので、ですよね、はい、これだけいただければ十分です。ありがとうございます。はい、失礼いたします。すみません、失礼します。フロントもとても親切なんですけども、もう靴が状態ですので、さすがにね、今から美味しいご飯食べるっていうところでね、足がずぶれるご飯食べるの嫌じゃないですか。これでご飯食べに行っていいのかなと、各部屋に置いてあるやつね、これダメとは書いてないんですよ。ダメとは書いてないけど、ホテルのフロントとか、これ結構おしゃれなホテルですから、まだ入り口のところ取ってないですけど、こういうところでですね、ちょっとまずいんじゃないか、一応電話してきて大丈夫でしたね。シャワールーム、これめちゃくちゃでかいな。でかくないですかこれ。両手広げても回れるんじゃない。で私今両手広げた状態で、あれだほぼいけます。風呂入ろうと思ったんですけど、別にやっぱ今じゃなくて、入ったらもう疲れて寝ちゃいそうだからね、ご飯とか食べなくなっちゃいそうなんで、あとドライヤーで食べる前に服は乾かしておこうと思って、ドライヤーが高級そうなんですよ。違いますよねこれ。ここが濡れてるな。足も冷えたんでちょっと温めておきましょう。これでこのぐらい離れてれば別に大丈夫でしょう。足に直接当てても自分の足がやけどするかっていうよりも、ドライヤーが汚れてしまったら悪いからね。いや何がすごいってね、これですよ。これなんだろうなと思って押したらね、こうやって抜けんの。あ、簡単に抜けると思って、何回でもやりたくなっちゃう。
僕自分でドライヤー買ったことはないんですけど、一回も自分で持ってないんですけど、でも高級なドライヤーはいろいろ使ったことあるんですけど、ああいうのは初めてみたいな。じゃあ夕飯を食べに行こう。夕飯はね、ホテルの人と一緒に食べることになったんですよ。すごいでしょ。こんないい方で、こんなやっぱシワシワの濡れた T シャツ、ワイシャツか、ワイシャツをこの鈴鹿峠の植物の種は取ってくるべきだったな。まあ今は夜だからな。いただいて、もうあとは寝るだけと思ったんですが、まあ、ちょっとまた体が少し冷えてるかなと思う。これはこれですね、お風呂入ったわけですよ。でこれに、ね、ぬるめのお湯を張って長々と入ろうかなと思ったんですが、ここがこう角度がついてるわけですよね。これによっかかって、またこれが大きいんですよ。だから足を全部伸ばせるじゃないですか。で快適でね、もうなんか8回ぐらい、ね、寝落ちしてしまって、であかんかんかんと思って、でまたみたいな感じのことをもう何回も繰り返し、一体どれぐらいの間ここに使っていたのかも、ね、よくわからないという状態で、まあ、これよくないんですけどね。風呂に入りながら寝てしまって顔が水没して、それで溺れ死ぬってことあるらしいですからね。そう、分かってるんだけどなってしまった。多分ね、これを開けると相当色々入ってんな。僕の小学校6年生の時、一時こういう筆箱ありましたけど、ボディタオル使えばか、それからまあカミソリとかの類だな。でほら、あとはね、僕の手を見てもらいたいんですけど、すごくないですかこれ。もうこの8日間のこの工程でこんな黒くなりました。一日中こいてるだけでこうも違うんですね。まあ、もちろん影響が出ておりますので、日焼けだけではございません。例えばヒゲですけども、まあ粉は別に大したことじゃないですが、東京出るからしばらく剃ってなかったで、まあそれプラス脇の皮がね抜け取るわけですが、鼻なんかもなんかこんなになってしまってるんですけども、これもですね、要は全部日焼け。胸にもね、10月になってからこんなワイシャツの部位の日焼けがつくなどしております。まあこれ実はもう静岡あたりですでになってたんですけどね。よし、というまあ紹介などもしました。そんな紹介なんか別にいいんだ。この椅子とかテーブルとかがなんかすごいらしいですよ。相当めちゃめちゃこだわって作ってるらしいですが、ああなんかもうこのまま寝ちゃいそうだな。この空間だけで快適。この飾ってある絵、僕はまあ正直に申し上げるとアートってのはあんまりよくわからないところですが、相当すごいもの置いてあるらしいですよ。なんか別に金額じゃないですけどね。でまたそのホテルの方も別に儲けるためにそのアートについてやってるわけじゃないということを教えていただいたんですけど、何百万で買ったやつが何千万に10倍とかに値上がりしたの普通に飾ってあったりとかするらしいからね。名作じゃないですか、何千万って。よし、ああ充電とかしなきゃいけないものがなんかあったような気がするけど、そんな言ったら大したことない。明日もどうせ休みなんだ。ここに面白いですね、こういう風なのがついてんだな。3つも USB 充電ができて、ここもさらに2つできるみたいですけど、まあそんないいわ。今日はいい。これとこれは何だ、これ、これね、部屋の至る所を消すことだけ。この天井ほんといいな。じゃあまた明日、そして明後日、
いよいよそこが最終回。もうしばらくお待ちくださいませ。ああ、壮観だ。寝ます。おやすみなさい。失礼します。今日も着いて到着できて何よりですよ。